JR 元町駅から北へ約5分。2回目ですけど、迷いました。言ってみて。その代わり、その代わりはないわな。ちょっとびっくりする。びっくりするぐらい。これが、これどれ隕石。これ月の隕石。月の隕石なんかそんな持って帰ってこれんの？あ、ちゃんとなんか番号打って、あ、持って帰ったやつはアポロだけど、持って帰ったんじゃなくて、よく落ちてるらしいですよ。あ、流れ星で。それで、それをなんかちゃんと番号つけて保管してあ流るられしい。星は星やろ。月の隕石。隕石として落ちてきてるのがあるらしい。ちゃんへえ。となんかロット番号があって、それを価値はってこの中入れてるの。蒸留するときにね、使ってるんです。で、その意味はその作った人の思いでしかないんですよ。別に月の隕石の味がするわけでもないし、思いでどこの国？ベルギーですね。私ベルギーのジン好き。じゃあなんでこれ飲んだった？おすすめって言って、おすすめ。今からお仕事、お店されてるんです？え？お店されてるんです。で、ああ。今からお仕事行くのに、ちょっと飲んでいったらあかんよ。疲れたから、疲れて元気ちがょっ出とるや元つ。気出るようにピンクにして、ピンク色なんですよ、このジン。綺麗な。あ、なのでね、ちょっと元気出してこの前いただいたやつ、なんか黄色かったな。ちゃうんかな。黄色くない？前出してくれた覚えてる？覚えてますよ。これじゃん。売り切れた。いや、これじゃなかった。それは出してね。いや、やっぱりこれにする言うて変えた。これ、アールグレー？ああ、そんなようなやつ。あ、これです。あ、これや。これやった？これアールグレイのこれだと思う。フレストジン。これめちゃくちゃ珍しいって。ああ、珍しいよ。これ、なんか色ついてたっけ。あ、紅茶の色ちょっとついてたかもしれない。なんか色ついてた。めっちゃアールグレイの匂い。はじめまして。どうしよう、どうしよう。え、で、おいくつなんですか？え、何秒？あそこに行く。面白い。60代？なおな。え？笑われますよ。70歳ぐらいかなと思いました。そうそう、70を超えてる。70超えてる、もう分からへんわ、そんなの。分からへん、なんかほんま分からへん。俺も女性の年言われたって分からへん。っていうか、今は本当に分からないですよね。この帽子もか。いや、でも一緒。若くてもいっぱいいはるから。帽子。ものすごいヘアスタイルの人は。すごいよね。こうさっさと上がってこられるだけでも。どういうことや。杖もつかんと。杖はまだつくことしかないでしょ。杖つく人は上がってくる。お客さんおられる。いや、杖つく人は上がってこない。杖って何歳ぐらいでつくんですか？それはでもいろいろやんね。うちだって父92歳やけどついてないからね。うわー、すごい。お父さんもすごい、なんか体操されて。へえ。お元気よね。取材に行こうかな。ちょっとなんか認知が入ってきたかなってやっぱ思うよ。でも今日も約束しとったのに行方不明で、元気良すぎてどこでも行ってまうからね。ありがとうございます。すいません。健康法は何なんですか、お父さん。よく寝てよく食べることみたいですよ。
でよく動くことみたいな。ああよく動くいたって92歳が動こう思ったら何かご趣味でも、まあ、趣味は何にもないで歩くことぐらいかな。でもコロナでね本当にちょっと閉塞してたからそれでちょっとボケたかなっていう感じがするけどね。いや絶対ほんまに多い。もう会話がなくなってるからね。家にこもりっきりやしね。そうね、なんか外へ出ていかれへんもんな。うちの父はね、私でもまあ偉いなと思うのは怖いからじゃなくて、年寄りがうろうろしとったらみんなが心配したりみんなに迷惑かけるって言って、であのお客さんみたいにすっごいおしゃれじゃなくてもうど何でもいい人なんですね、着るものとか、ね、でもね蛍光色のねジャンパーを着てるんですよ。黄色か緑か分からへんようなヤッケみたいなやつをどっかでもらってきたんだと思うんだけど、あこんな色の名前も持ってて、もうその三度目に来る時ぐらい、こんなボランティアの人はよう着とって、そうそうそんなやつ、そんなやつで、そんなんばっかり着とかんとってって言ったらね、うん、これ着とったら目立つからええねんって言うねんね。確かに車でもね、右折車や左折車がね、うん、こうやってこれで手上げたらみんな止まりよると、うん、なら引かれたら俺も痛いけど相手がかわいそうやろって、90も超えたじいさん引いたら人生変わってまうっていう、優しい。そうね、だから一応なんか道理が通っとうからまあもうしゃあないな思って福岡さんなんでそれやねんって思って、ハートでは今日初めて会ったお隣の席のミキアコさんのお店うまいやんについてお話をします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆様にとって今日一日が素敵で良き日でありますように。